my waves get lost in the ocean. 7 billion swimmers, man, I'm going through. Oh, hi. I didn't see you there. My name is Nagisa, and today I will be doing a 20 facts about me video. Hi everyone, it's me, Nagisa. 皆さん、こんにちは、Nagisa です。Today, I am going to be taking a 20 facts about me video. ちょっと自己紹介みたいな感じかな。なんかこのチャンネル始めてから、なんだろう、去年の夏ぐらいから始めたんだけど、適当に、sometimes ポンポンポンって動画上げてただけだから、あんまり自己紹介とか、チャンネルの紹介とかあんまりしてこなかったので、まあ少しここで話せたらなって思います。So I wrote everything down on a notebook, so I'm gonna be looking down, but don't mind me. はい、一番最初に私の名前は Nagisa です。My name is Nagisa. Hello everyone! 年は今19歳です。あともう少ししたら20歳になります。20歳、やば。Oh my god.で、私は日本語と英語が喋れます。英語が喋れるのはアメリカに2歳から12歳まで住んでいたからです。私は趣味かな？趣味っていうのかな？習い事としては、12年間バイオリンを今続けていて、あとは習ってはないんだけど、大学のサークルでウクレレサークル入っていて、大学生になってから、やっとウクレレをちゃんと練習するようになりました。ちょっと引っかえちゃったから赤くなっちゃった。バイトは今2つしてて、 I work as an English teacher and I work at Starbucks。 私スタバが本当に小学生の時から大好きで、 I cannot believe that I am actually able to work at Starbucks right now。 なんかスタバでバイトしてる人たくさんいると思うから、別に everyone's gonna be like it's not a big deal。 普通にやりたい人が応募するから、別に it's nothing special、 別に特別なわけではないんだけど、でもなんか私的には本当に好きな場所で、で中高ももう本当によく行ってたから、今働けてることがすごい嬉しくて、 I love working at both of these places。 そう、英会話の先生として働くのもめっちゃ楽しいし、スタバでもめっちゃ楽しくて、今バイトはすっごい充実してます。私の一番好きなスターバックスドリンクは、ホットだったらオールミルクのほうじ茶ティーラテ、アイスだったらショット追加のシロップ少なめ、氷も少なめで、氷少なめにした分ミルクを増やしてもらうキャラメルマキアートです。My inspiration, I would say like my fashion inspiration would come from Jen Im. My friend showed me her video when I was in 高校1年生の時かな。友達に見せてもらって、もうその時からすっごいハマってて、すっごい可愛いの。She is so pretty. If you guys don't know Jen Im, definitely go ちょっと検索してください。本当に可愛いから。私は表情筋がすごいってよく言われます。なんか動画で映ってるってもわかると思うけど、顔すごい動かす顔の表情をすっごい動かすんだけど、でもそれ以上になんか If you see me in person、 なんか直接会うともっといろんな顔するから、ちょっとカメラだとちょっと逆にこれ硬いぐらいだから、実際会った時にちょっと顔の表情すごいんで、まあ、もしよかったら見てください。私は口パクが大好きなので、音楽が流れてたら口パクして踊ってるか、曲の名前知らなくても、私なんかもう音楽聴くともうなんか動いちゃうの。 I can't do anything about it。 こうやって動いちゃう。でもクラブっていうの、クラブは未成年入れないやつだけど、パーティーとか行くのはちょっとあんまり好きじゃないです。なんか人がたくさんいる中で everyone's sweaty。 そう、音楽に乗るのは好きだけど、こういう感じのパーティーはあんまり行かないかな。あんま行ったことがないだけなのかもしれないけど、今はあんまりパーティーが好きじゃないっていう。でも分かんない、未来どうなるか分からない。苦手なものは虫。No. まあ虫は必要だからねってなるけど、なんかハイキングとか行くの好きなんだけど、ちょっとやっぱ森の中の虫がちょっと。でも最近家の中で出る虫をティッシュで自分でちゃんと捕まえられるようになったので、そこはちょっと進歩してなと思います。でもね、ちょっと克服しないとだよね。虫はちょっとさすがにさ、この世の中からはさすがに消えないと思うし、必要な存在ではあるから、ちょっと自分がこれからもう少し克服できたらいいなと思ってます。虫ももちろん嫌いなんだけど、もう一個嫌いなものがあって、それは汚いままっていうか、お風呂に入り出たばっかりの人じゃない状態が自分のベッドの上に乗ること。靴下のままベッドに乗るとか、本当にちょっとやめてほしい。私にとってベッドは私が寝て、It's a very sacred place for me。 私の神聖な場所だからすごい、すごく綺麗な状態の
場所として取っておきたいっていうふうに思ってて、ちょっと私服のままで乗られたり自分が乗ったりするのも嫌だ。だから私昼寝とかしたい気持ちもあるんだけど、ちょっとすごい抵抗ある、ベッドの上に自分の私服のまま寝るの。だからたまにソファーとかで寝てる。ソファーもちょっと汚いけど、でもまあ自分のベッドの上に寝るよりはいいなと思っちゃう。で逆に好きなものは、今最近すごい好きでハマってるのが高野豆腐。高野豆腐めっちゃ美味しい。I love 高野豆腐。なんか今まで高野豆腐そんな食べたことがなかったから、なんか久しぶりに食べたのね。お味噌汁に入ってたの、ちっちゃいやつが。なんか口の中に含めた時になんかすごいパサパサしてて、なんかスポンジじゃんってなったんだけど、そのスポンジじゃんと思ったけど、なんか口の中のあのボソボソ感めっちゃ楽しいと思って、美味しいじゃんと思って、最近高野豆腐すごい好きだからお味噌汁によく入ってます。お母さんありがとう。あと好きなものは、あのマイストローを持ち運ぶこと。なるべく I'm trying not to use the plastic straws, but of course when I don't have it with me or I forget to wash it and I leave it at home, I'm gonna use a plastic straw. But 例えばスタバとか行くとき、あの店内で飲むとき、ストローいらないものだったら、フラペチーノとかじゃなかったらマグカップでくださいとか、あのプラスチックをなるべく自分の中で使わないようにはしてます。あと水筒持ち運んだりだね。私には妹がいるんだけど、妹とすごい仲いいです。多分インスタグラムでたまに妹の変な動画、ちっちゃい短い動画載ってるから、もしよかったら見てください。 I feel like she's more of like my best friend. I don't know, like I think we have a pretty good relationship. 私は鼻炎で一年中くしゃみと鼻がムズムズしてる。 I've gotten this question multiple timeson my Instagram, but I do not have a boyfriend. Thank you. 彼氏はいません。もし私にたっぷり時間があったら何をするかというと、 I think I would go to a cafe. なんかちょっと隠れカフェみたいなところ探して、あの本持って、多分ゆっくりラテでも飲みながら本を読むと思います。なんかね、ゆっくり本読む時間とかがなかなかないから、そういう時間すごい幸せかなって思う。 We're at fact number 19. 今もう19番なんだけど、 YouTube を始めたきっかけについてお話ししたいと思います。YouTube を始めたきっかけは、なんか大学1年生になって、なんか私中高一貫の学校に行ってたんだけど、なんかその時に自分と似てるような人たちがあまりにもいすぎて、みんなでこうやっぱ楽しくできちゃって、なんか自分がなんかどういう人なのかっていうのは、確かにその6年間の間で考えさせられることはたくさんあったんだけど、でもなんか自分と似てる人をもう一回探し直さなきゃいけないっていう環境に置かれた時に、なんか自分ってどういう人だっけって、などうやって友達作るんだっけみたいな感じになっちゃって、すごい自分に自信がなくなっちゃって、で I just wanted a platform where I can just talk about what I want to talk about and do what I want to doAnd at the same time be able to communicate with other people. 日本語で言うと、あの興味あることとか、あの発信したいなって思ったことをいつでも発信できて、で発信しながらも他の人に見てもらって、みんなも共感してくれたり喜んでくれたりしたら、こうなんか自分のコミュニティみたいなのができるなと思って、それすごい素敵だなと思ってやってみようと思いました。最後 question number 20、 目的 of my channel。 私のチャンネルの目的は、やっぱり始めた時がちょっと自分の生活の方であまりこう満足できてなかったところがあって、なんかもっと自分の生活楽しくしていきたいとか、自分から何かこう作っていって、なんかもっと主体性があるものをしたいっていう風に思ったからで、自信をつけていくために始めたっていうところがあったから、あのみんなにも動画見てもらって、少しでもきっかけになったり、あの自信つけてもらえたり、なんか直接会えるっていう機会はちょっとまだあんまりないと思うけど、でもなんか相談できる相手として I wanna be here for everyone who watches me。 なんかみんなにとってなんか相談できる相手として見てもらえたらすごい嬉しくて、なんか頑張っていこうねって、あのお互い励まし合えるようなコミュニティになれたらいいなって思ってます。はっきりして自分がやりたいことやるとか、やりたくないものやらないとか、挑戦してみたいものを思い切って挑戦するとか、そういうものを大切にして、どんどんこういろんなものを自分を変えていくことを恐れない方がいいねっていうメッセージを send out できたらすごい嬉しいです。 I talked so much about myself. I'm sorry if you were not interested. I hope you made it to this part of the video.
So this is the end of the video. Thank you guys so much for watching. If you have any questions, I'm not sure if you guys will, but なんか質問でもあったら何でもコメント欄でお願いします。もしこの動画いいなって少しでも思ってくれたら、please leave a thumbs up and I will see you guys in my next video. Bye! Just love and understanding positivity. We could change this whole world.